チャンネルクラブをご覧の皆様、こんにちは。ジョネ山満じゃなくて、常年司が聞く、特別編ということで、アクチューロン出版記念、ジョネ山満じが聞くという、すいません、長いですけど、番組ですけれども、今回もですね、宮崎雅弘先生に引き続きお願いしたいと思います。よろしくお願いします。この番組名はなんでクララっていうの、頭クラクラするから。ああ、それはそうですね。そうです。その通りです。それが由来です。はい。はい、まあ、今回はですね、まあ、その紹介してください。ああ今回は、まあ、倉山満先生が、はい、一応、はい、あのこいつが来てます。こいつです、はい、で、まあ、あの2回目ということで、まあ、経済今度は中心にね、まあ、お前はすでに死んでいると言われているチャイナ経済ですけれども、うん、まあ、私の本の、サブタイトルはですね、中国経済がなくても世界は回るということで、もともとないものだと思ってね、回った方がいいんじゃないかという感じなんですが、不動産バブルがかなり悲惨な状態になっているんじゃないかと。でこれはあの実は法則があって、株のバブルが崩壊してから大体2年で不動産はピークを迎えると、うん、日本もそうだったんですね。89年株のピークで、91年土地のピークだったんですが、チャイナはこれ無理やり公共事業で孵化してピークを後ずれさせたんじゃないかという疑惑があり、まあ、後ずれさせた分だけより谷が深いんじゃないかというようなことも言われているんですが、これ宮崎先生、あの現場でご覧になっていかがでしょうか。いや、それおっしゃる通りでね、はい、あのバブルは事実上崩壊してるんです、遠い昔にね、はいはい、それをあの資金を供給し続けて、はい、つまりこれでカンフル注射を打ち続けたんだけれども、はい、去年から完全にカンフル打てなくなった、つまり資金がなくなって、何をやりだしたかって、それがシャドーバンキングですよ、ね、で銀行員が何しろ預金者に対してね、はい、あんた、1年定期今 3.75% ぐらいかな、はいはい、これがね 14% だって、あんたがアクチューロン買いなさいって素晴らしい。つまりね、銀行員が成立して、はい、どん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 その短期資金を取り入れて、はい、で不動産のデベロッパーが潰れないように潰れないようにとやってきたんですね、はい、なるほど。ところがこれも規制がいよいよもうシャドーバンキングが終わりでしょ、はい、社会科学院、つまり中国政府の最大のシンクタンクが、はい、シャドーバンキングの残高はいくら、326兆円あります、はい、で次どうするか、どうやると思います。もうね、今生命維持装置ですよ、はい、そこへね、はい、突然金が降って湧いてきた、はい、だからね、やっぱりこれね、西側のマーケットじゃないんですよ。銀行も西側の銀行と向こうの銀行同じだと思ってるから頭が錯覚するだけで、はい、あの独裁の国家ではね、臨転機は共産党が命令したらいつでも回る、今24時間7カ所で回ってますけど、はいはい、あのそういう国ですからね、はい、今金がどことなく湧いてきてる、うん、まあ、おそらくね、私の推測では、はい、アメリカに流れ込んできた金が、はい、今もう一遍バブル内出ってやってるんですね、はい、つまり上海、北京見てくださいよ、はい、みんなゴーストダウンで中国中の不動産が、なんていうの、シーラカンスのように死に絶えてるのに、はい、上海、北京、広州はマンションの値段上がってるんですよ。誰かが買ってるんですね。買ってるって演出やってるわけです。非常に少ない供給量でね、売り買いの見せびらかしで、なるほど、そこにまたこれもお金取っていってアメリカから金にしたんですね、はい、まあ、アメリカの金といったって不正に持ち出した、はい、中国の金がアメリカ国籍に代わって入ってきてると、もともとは同じなんです。なるほど。でそこで今多少救われているんだろうけれども、はい、次の手立てがありませんからね、これはおそらくすごい深刻なことになるだろう。なるほど。これあのお金をね、吸ってもしそれを対応してるってことになると、うん、せっかくインフレを沈静化しようとしてやってる政策と全く逆のことやってることになっちゃうんで、ですからね、厳しいんですか、ね、はい、インフレ抑制のための通貨供給と、はい、こっち側と全然違うんで、ところがここはおかしなところなんですよね。なるほど。ですからね、つまりね、まずだって不動産バブルが出てきたこと自体はおかしいですよね、はい、これね、2000年、2001年ぐらいから始まったんですけどね、はい、地方政府が、はい、勝手に地図に線引いて、はい、で、あんた取り上げた、はい、ね、おお出てきました。これ警察とか使ってやっちゃうんですよ、軍隊とか、ね、下手すると。それで総合デベロッパーに大体100倍ぐらいで売るわけですよね、はい、デベロッパーはマンション作って手抜き工事だらけでいつ崩れるかわからないようなマンションをバン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 建てたわけでしょ。この間地震で倒れたやつも鉄骨入ってなかった、鉄筋入ってなかったって、ね、鉄筋なんか1本入れたら良心的と言われて、上海の高速道路ご覧になった、
崩れたんですよね、はい、鉄筋が入っていたと思ってたらそこから生ゴミが出て、すごいですね。だって四川地震の時に小学校みんな崩れたじゃん、はい、鉄筋1本入ってなかったから、何なんですか。あ、そのね、はい、つまりそうやってどん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 こしらえたマンションショッピングモールなんとかなんとかね、現在少なく見積もって8500万戸、はい、あの空室なんです、はいはい、8500万戸、普通の国に 2,3 歩分ぐらい、日本の世帯数の倍ぐらいですね、はい、そうそうそうで、ね、空室、まあ、作っても使わないですからね。土地を農地を取り上げられた農民が何倍いるか、はい、5000万人、そうで地方から都会へ流れ込んだ移動労働人口どれぐらいいるか、はい、2億3000万そうですね、民工商ってやつですね、今ね、これ見てください、はい、この人たちが雇用がない、食うものもない、はい、結局絶望の旗に何をするか、はい、自爆テロですよ。だからどん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 やるでしょ、はい、でもね、中国人ってのはね、あの自殺しないんです普通、うん、あの悩むことないからそれが絶望の果てに自殺やる、テロをやるって、これはね、状況がそこまで来てるってことが、まあ、一番の問題ですね。なるほど。で、2番目にはこの不動産の空き家、これね、もう解決の方法がないです。はい。だいたいほら、砂漠の真ん中なんかに出てきちゃってるんだからね。オルドスとか。100万ドス、オルドスはそうですけどね。はい、いや、そこの北京の先のあの、東山、はい、昔地震のあったとこね。はい、東山には6兆円をぶち込んで200万都市を作る、はい、で今荒れ地です。あ、すごいですよ、もう砂漠化してる感じですね。まあ間もなく砂漠化するんじゃないでしょうか。僕はね、もう一つの問題、深圳ね、はい、深圳は1000万都市です。もう香港より人口多いけれど、はい、これ寄せ集めですね、はい、でその深圳が人件費が上がって周りの工場がみんな移転したんですね。奥へ行くか、はい、中国から出るか、はい、ですごい深圳が今不景気の一番の典型なんですけど、その深圳でまだビル建ててる人がいる、将来の需要がない、はい、で中には820メーターの中国で一番のっぽビル建てて、はい、でね、これがね、建設中止命令が出たんですよ、12棟かな、はい、で原因は何だと思います？もっと漫画的ですよね。鉄筋が一本も入ってないとかじゃなくて、いや鉄筋入ってた、はい、入ってたんですか。そうじゃないですか、さすがに。あのね、あの砂利、はい、砂利をね、海から持ってきて、はい、脱塩してないじゃん。おお、鉄筋腐っちゃうじゃないですか。そうそうそう、ほら朽ち果てますね、そんなビル。だからこういう、つまりね、そこら辺のね、あの空のビルはね、3年5年ぐらいで崩れたりとか廃墟になったりします。私この間ね、ちょっと香港のね、ある金融機関の人とお話、お食事する機会があって聞いたんですけど、あの深圳とかね、近いから買い物行くのって言ったら行くって言うんですけど、でもね、家電製品絶対買わないって言うんですよ。コンセントを入れるようなものを買うとね、爆発するかもしれないから、それ買わないと、はい、買うのはカーテンとか、その大型の家具みたいなやつを買って、もうその場でもうあのシッピングしちゃって、でそういうもう電気を通すものとか、なんかそういうね、動くものは基本的に買いませんって言ってました。やっぱそんな部分なんですよね。いや、もう一つはね、はい、バイアグラの類、あ、これも買わない方がいいです。全部偽物だからね。へえ。それも明るいっていうか、朝の8時頃からね、駅前歩いてると、はい、若いホットパンツの女がダーッて寄ってきて、はい、おっちゃん聞くで、関西弁なんですか、日本語で。いやいやいや、そういう簡単な、ああ、そういう感じ、はい、だから、あ、こういうことは朝からそんなことやるってそもそもおかしいじゃない。日本見てください、みんなこっそり隠れてね、薬局に行くでしょ。中国は朝っぱらから若い姉さんが売ってんだよね。私も数少ない中国行った経験があるんですけど、今からもう20何年前、92年にあの行ったんですよ、天安門事件の直後ぐらいですけど、はいはい、でその時もあの、クイの方の講習ね、半蔵の方ですけど、はい、行った時に、はい、やっぱ駅降りるとあのホットパンツの姉ちゃんが、すいませんすいませんって来るんですよ。なんだこいつはって一緒に行った友達と言ってたんですけど、イケイケ姉ちゃんと名付けたんですけど、うん、あれはまあそういうあれですよね、なんかちょっとどっかお店でも行きましょうとか言ってぼったくり店って言っちゃったりとか、うん、そんな感じですよね。92年で駅って何の駅、バスですね。あの電車でした、あのなんか特急みたいなやつ、あ、はい、2階建てかなんかのやつ、ね、うん、あの辺の駅前は特に風俗悪いんです。いや、そうですね、だとっとと振り切ってあの湖の方に逃げちゃいましたけど、うん、湖の方はね、あの逆に高級住宅地があって、そうですね、あれはいいところです。アリババの本社もあるし、はい、そこもうちょっと超えるとあの茶園っていうかね、はい、向こうの老人茶の、ね、ああ、そうですね、あの老街道っていう
と、あ、はい、いろいろありましたね、はいはい、なんでまあ基本的にはあの国はそういう、まあ、ぼったくりとか、まあ、ちょっとそういうあのグロ系、うん、エロ系、まあ、ナンセンスなのがとても多いので、まあ、それが今この経済がメタメタになりつつある中でもたくましくやってるっていうのは相変わらずだなという感じでしたが、栗山先生どうですか。いやメタメタって言われつつも結局いつ崩壊するんだみたいなこと言われてるじゃないですか、はいはい、で、まあ、いつ崩壊するかってこれ予想できないんですよね、うん、でよくあのアベノミクスで中国がアップアップだったとか言ってましたけれど、はい、それ一体今どうなのかなっていうところは、ね、ちょっとその、ね、議論はねもうちょっと精密にしなければいけないんですが、はいはい、崩壊っていうのは何が崩壊するのか、そうなんです、はい、つまり中国経済が崩壊するのか、それとも中国共産党が崩壊するのか、はい、中国という国家が崩壊するのか、だからバブルはもう崩壊しているんですよ、経済そのものは一応あのこの悪中論の中でもよくぞ聞いてくださいました。あの経済崩壊した時定義は何かってすごい問題なんですよ、うんうん、でみんなそう日本破産とか、ね、破綻とかで何にも定義しないで、まあ、言ってましたけど、一応この悪中論の中ではアジア通貨危機の時にメタメタになった東南アジアおよび韓国が大体どういう状態だったかっていうので、うん、2つのポイントを設けたんですね、うん、1つは為替レートどれだけドカーンって下落するか、うんうん、もう1個は不良債権比率ですね、うん、でチャイナの場合は為替レートは絶対操作してごまかすと思ったんですけど、不良債権はごまかせないと思ったんですよ。なんで不良債権比率で、まあ、10% 超えてたら、まあ、ほぼ崩壊と。でまあ、それを、まあ、あとはどこでそれが、まあ、爆発するかだけの話 で、うん、でチャイナの不良債権比率が何パーセントかというのはなんとこの本を読んでいただければ書いてあるので、アクチューの本を読んでいただければ書いてあるので絶賛発売中、はい、でそれで、まあ、経済は聞いてごまかしたりとか、はい、あと庶民はゴキブリなりの生命力で生きていくみたいな人たちなんで、はい、あの経済そのものがなくなるってのはありえないと思うんですよ。いやいや、あのねゴキブリ食べて生きてるからいやすごいですよ、夜の焼き肉くださいよ、これみんなにね佃に積んであるの、何だろうと思ったらゴキブリ、バッタ、イナゴ、あれ食べてるからね、あれね、ゴキブリより強いって訂正が入りましたで、その人たちがあの結局、まあ、今中国共産党の権力があって、はい、党そのものが国家みたいな状態です、はい、それがいつ滅びるような経済崩壊になるかってところは、そうですね、まあ、だから経済の崩壊という点で言うと、そのまあ党に対する不満とかね、まあ、あの前半でも宮崎先生おっしゃってたような、まあ、その毛沢東教みたいなのが出てきて、まあ、みんなでわんさかわんさかこう暴動だのデモだの繰り返すというそういう、まあ、あの下地になるような経済の悪化っていうのもすでに起こっていると、うん、で問題はそれが政治運動となって例えば一党独裁が崩壊するのかとか、もう国家が分裂するのかっていうのはまた次のフェーズ で、ね、ここはだからいつっていうのはなかなか予想難しいと思うんですけど、いかがですかね。いや、あのね、まだまだその皆さんが期待するような、はい、党の崩壊はないですよ、うん、理由は簡単です、はい、人民解放軍235万人、はい、第二軍つまり人民武装警察、はい、120万、これ推定です、はい、公安160万、はい、ネット監視軍200万、うん、みんなこの権力の暴力装置がね、はい、日々見て監視して、なおかつちょっとでも暴動があったら弾圧するわけでしょ、はい、今暴動件数1日500件じゃなくてもう1日800件ぐらい、ああもうじゃあ20万件から超えますね、もう25万件から30万件ぐらいでしょ。でもねこれはみんなね組織がない、はい、抜きんでた指導者がいない、はい、全国つづらうらの横の連絡がない、はい、だからみんな個別撃破されて潰されていくわけですよ。なるほど。でそうすると今何を申し上げたいかというとね、この暴力装置が3食食えなくなったら必ず起きます。あそれはね王朝末期全てみんなそうですよ、軍が裏切るんです。一番最高は軍、ええ、ですからその今軍を見てるとね、まあ、完全に習近平に対して免従腹背だし、はい、軍の中には今この党のプライベートな網がおかしいと、はい、国の軍隊国軍化しようという議論が渦巻いてるんだけど、みんな押さえてる。でもう一つはね、軍の幹部がね最近書いた論文ってのはすごいですよ、はい、早く自由化して複数正当性を認めて司法の独立を認めなければ、はいはい、次に非国籍に座るのは我々だって言ってんだよ。でその軍も今のところね、あのじっと習近平の言うことを聞いているように見えますがね、これ分かんないんですよ、ね、はい、なるほどね。じゃあちょっとその辺のですね、人民解放軍の、うん、まあ、お笑いな実態も含めてですね、うん、私この本の中にもいっぱい書いてみたんですけれども、ちょっとあの第3部は人民解放軍というところにね、ちょっとあの、まあ、人民解放軍およびその第2軍、いわゆるその治安、警察みたいなものですね、あのその辺ちょっとこう、あの第2部もう終わっちゃうの、第2部15分なんでもこれで終わります。はい、なので、ね、第3部の方にちょっとそちらに移らせていただきたいと思います。はい、ではまた、第3部ぜひご覧ください。